どうも、京都のフランス人のチャンネルへようこそ、フライオンです。今日は黙れないね。もうイライラしてきたって感じで、人の優しさね、舐めて、人の優しさを、弱さを間違えて、舐めて、調和潰すっていう人いるやん。で、特別日本で、調和すごく大事と思ってる私。優しさはね、弱さちゃうからね。弱いだから優しいではないよ。けどそれでも舐めて続ける人はいるですね。で、フランス、自分はもうフランス人、フランス行ってた時、よくいてた、そういう人。見てて。まあ、一つのところで、そのフランス人と会わなかった私。観光者とか、もうそのストリーマー、YouTuber、いろんな人は日本に来てるけど、文化のリスペクトはなくて、人のリスペクトなくて、優しさを、弱さを見て使ってる人がいる。ちょっとこれは許せない。日本人の中でもそういう人いるでしょ？けど少ないと思う。で、最近、まあ見えてるはあるんじゃないですか。その電車の中で暴れてる人たちとか、踊ってる人たちとか。気持ち悪かったかもしれない。もう一番見たビデオで、なんか日本の高校生の前に落ちて、一回なんかもうスカートの目の前に落ちて、だいぶ気持ち悪いな感じ。と思って一瞬で、でなんか無理やり学生に履いてもらうみたいな動画、みんなすごい嫌がって、みんな周り見てすごい気まずいな感じになってるのに、無理やりやって、無理やり続けて、でみんないや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 なって、で他の学生すごいかわいそうだった、もうすごいなんか絡んだくない、もう混ぜたくないって、すごいなんかもうわかるやん、見たらわかる、もう頭を下げて、もう本当にもう嫌な感じけど、無理やり無理やりって吐いて、みんなまあ無視してる感じけど、もう暴れる、もう人ぶつけそう、気持ち悪いしかないな。違う人、あ、インスタグラムはその OK、 二人で、わあほら、ああ、それそれバカじゃないのマジで。お前はもう自分わがままのためにバズっていくのために、失礼なことしてな、うざいなことして、それで、まあ、バズっていくっていう、方法言ってる人はいっぱいいて、まあ、ローカルの文化、そのローカルの平和を守ってない人たちってことですね。インフルエンサーとか、そういうストリーマーとか YouTuber とか、そういう系な人も日本に来て悪いコンテンツを作って、それだけのために来る人もいるでしょ。最近本当に最近Twitter で見たけど、翻訳、日本語翻訳誰かも見つけて入れた、それで見つけた、その人すごいいいと思うけど、アメリカンのライバー、キックのプラットフォーム、まだあれ、ジョーニー・ソマリーと一緒のプラットフォームけど、その人は年末らへんにまだ日本行きますみたいで、日本で悪いことをしたら、電車の中で暴れたらとか、その、シュラインとか、文化宗教のところで暴れたら、すぐバズっていくから、俺もそれでちょっとバズっていきたいみたいって言ってるでしょ。もうマジクズと思った。もう見て、もう完全にね、もう日本人をすぐなんか怒るとか、日本人はしょうもないところで怒るとかって言ってて、マジアホな人で、ビザも本当にあげたらあかんって思ってるんですよ。このビデオある限りでな、本当にな、国を、その人を止めてほしい。って本当に思ったけど、日本に来て悪いこと、犯罪なことするまでに止めれないっていう、本当に残念ところと思うけど、日本に行って悪いことして、なんか住んでる人たちのなんか平和、なんか潰して迷惑かけて悪いことして、なんかイライラさせて、それで別に逃げれる、その後ね。自分の国に戻ってバズった、喜んでお金作った。許さんで、そんな本当に。ね、こういうやつな、こういうことしてな。もう外国人のイメージもだいぶ下がってるし、頑張ってる人たちも、調和守りたい人たち、平和守りたい人たち、そういう人もだいぶ迷惑ですよ。で、こういう人も増えて、その優しさを舐めるっていう人たちは、人は疲れるですよ。人疲れて、優しいをどんどんできないになるですよ。で、その優しくないになったら、今にある日本の調和、日本のその平和、どんどんなくなっていくで、マジ最悪と思います。日本の優しさを、日本その中でその優しさ、本当にもう一つ私それで日本に来てきたですね。で、なんていう、自分は周りに優しいになりたいですよ。普通で優しいにしたい。逆に優しいのままできないと苦しいけど、舐めたら、舐めて続けたら
優しできなくて嫌いになるでしょ。優しできないよ、もうきついな。優しできない、もう信用できない、そういうところ本当にね、調和をなくなる。でそれは本当に苦しい。自分の個人気持ちいいけど、もう世界でな、本当にそういう広げてほしいですね。もっと信用できるな社会なってほしいですね。もうフランスでも本当にもうそうなってほしかったけど、もうなさすぎて、もう自分で戦えないですよ。で自分でフランス住んでたら、その優しのままはできないですね。一緒なレベル、日本といると一緒なレベルでできない。周りの人とか優しい人を見てたら、もうなめんなよ、ほんまに。優しいイコールなんか弱いではないし、ちゃんと優しさを受けてな、なんか取りすぎとか、もっと取ろうとか、もっとなんか行くじゃなくて、優しさを受けて平和守って、でそれでも楽しんでください生活っていうところけど、マジ平和潰すめんどくさいしかならないし、行く国の文化を守りたくないやったらもう来んなって話。もうシンプルじゃん。本当にね、最近ちょっときつい。もういろんなところを見ても、そういう舐めてる人とかもいるし、平和潰していく人たちはもう増えてるし、大変やな。で私日本初めてその来た時とか、そこら辺自分優しいのママに行っても問題ならないっていう気づいた時、すっごい楽しかったですよ。すごい喜んでた。そんなこの国と思ったら、自分は日本は優しい国と思う、平和な国と思うけど、優しい国から日本は弱いな国と思ってないけど、優しさなくなったら昭和を多分なくなっていくで、残念なことになるんで、できるだけそうなってほしくないって気持ちあります。みんなちょっと今日は溜まってる気持ちで喋ってるけど、そういう思ってることあってたらコメント中で入れてほしいですね。でもし今登録してない、みんな登録お願いします。うん、まだ今度頑張ろう。